皆様、こんにちは。宇宙語チャンネルのヤンガスです。今回は、僕たちが今ね、自我が肉体という、ね、ものを使って感じている物理次元、三次元の説明の一つとして、三次元の構成要素をね、説明したいと思います。これは、 陰陽五行説陰陽っていうのは、まあ、陰と陽だよねあと五行っていうのが五つのエレメント「木」「火」「土」「金、水」「木」っていうのが木で「火」っていうのが火「土」っていうのが土「金っていうのが金「水」っていうのが水その五つのエレメントそれとあと「陰」と「陽」でそれをまあ太陽系のね太陽と太陽系の惑星に置き換えることができます あと、聖書でね、言っている通り、最初の1週間で世界ができたっていう、あれにもぴったり当てはまります。それぞれ、曜日にもなってるのね。日曜日っていうのが太陽で、月曜日が月で、火曜日が火星で、水曜日が水星で、木曜日が木星で、金曜日が金星で、土曜日が土星。ということで、その7つの要素で、 三次元的なものはできてエネルギーそういうの7つの元のエネルギーからできていますでその構成の割合を言うと例えば食べ物で言うと野菜だったら野菜のうち太陽と月のエネルギーが出てきているのが70%だから野菜だったら野菜のうちの70%のエネルギーは 銀と陽の太陽と月のエネルギーから出てきているで。残りの30%が5行の木下土根水のエネルギーでできています。このように全てのものはその7つのね、太陽系内に暮らしている、太陽系内の地球に暮らしている、我々はその7つのエネルギーでを、うんうん、それで利用しながら生かされていて、うん、生活をしているということだね。 なので、太陽と月あとは5つのねエレメントのエネルギーっていうのもね、ものが大事でそれをうまく使っていくっていうことがね大切になります。ははい、今日は以上です。